それからあと、前回 の、 あの講義の内容で、あ、内容といいますか、その板書の内容で一箇所訂正がございます。前回は、セクション 3.4.1 の商業列と こう書いたんですけれども、もしかして皆さんの中でこう誤りに気がついた方はいらっしゃいますでしょうか。実は先ほどですね、ティーチングアシスタントの柴田さんに教えていただきたいんで、いただいたんですけれども、余韻視点解の点の字が間違っておりますので、正しくはこちらですね。ですので、くれぐれも皆さんのノートは直しておいてください。ちょっと余韻詞が展開してしまうと言われてもどう展開するのかよくわからないんですが、とりあえず、前回の授業の訂正です。何かここまで質問ありますか。はい、じゃあそれでは今日の授業に入りたいと思います。一応今日はですね、第4章の行列式の発展を扱いますけれども、一応今日も含めてこの講義があと 4,5 回で春学期終わりということになります。で、実は第5章のですね、数ベクトル空間と線形写像というのが、これからその線形代数を学ぶ上では非常に大事な内容を含んでいて、しかも今までのこう話題に比べると多少抽象度が増しますから、だから僕としてはその第5章の方をより時間をかけて丁寧に説明したいと思います。で、一方で第4章の内容に関しましては、実は固有値や固有ベクトルなど、その後でですね、秋学期以降にその学ぶ内容も実はあります。ということで、今回はその秋学期以降に、それらの詳しいことを学ぶ上で困らない程度に、なるべく簡潔に済ませるということで、なるべく今日中にこの時間中に第4章を一通りやると。ただし内容は全部やるわけではなくて、必要なところをピックアップして、いくつかピックアップしてやりたいと思いますので、そのつもりで話を聞いてください。ということで、最初セクション 4.1 にあります内容としまして、多項式という話題をやります。で、皆さんこれまで高校までの数学でも多項式という名前には馴染みが薄い人もいるかもしれませんけれども、あと高校 の、 その数学の教科書では整式という名前で呼ばれていた場合もあると思いますが、皆さん多分知らず知らずのうちに多項式と呼ばれるものを扱う機会が多かったのではないかと思います。で、一応ただですね、このちゃんときちっと名前を確認しておかないといつの間にか大学の数学では高校まででであまり扱ってこなかったものが常識になっていたりして、こう戸惑う場合もありますので、一応こう多項式というのはどういうものを対象に呼ぶかということだけここで確認をしておきたいと思います。まず、
A0 から AM というのを、まあ、スカラーとしましょう。まあ、皆さんがよく思い浮かべる数と思っていただいて結構です。で、それから、M を、まあ、0以上、0以上じゃないですね、すみません。正の、有限な、すみません、やっぱりこれ、統合入れていいんですね。0以上の有限な整数とします。あ、すみません、ですね、見出しを入れるのを忘れてしまいました。これ定義 4.1 です。定義 4.1 で、一応、見出しは、多項式の定義ですね。多項式の定義をします。ので、すみませんが書き換えてください。もう一度繰り返しますと、まあ、A0 から AN をまあスカラーとして、それから N を0以上の正の、有限な整数とします。で、この2つ、2種類のそのものに対しまして、まあ、fx というのを、a の n かける x の n 乗プラス、a の n マイナス1乗、n マイナス 1x の n マイナス1乗、プラス点点点ときて、最後に a1x プラス a0 と。で、ただし、まあ、an は0でないという条件をつけます。で、まあ、こういう形の式は多分皆さんよく今まで見たことがあるのではないかと思います。まあ、x を変数に持っていて、それから an、an-1 というのは、まあ、よく係数と呼ばれる数ですね。で、まあ、こういった形の式。形の式を、この場合は fx ですね。fx というのを、変数 x の、1変数多項式と呼びます。ですので、まあ、多項式といえば皆さん多分すぐに思い浮かべられると思いますが、こういう形の、x 変数 x があって、で x の整数のべきですね、1乗とか2乗とか3乗とかで n 乗まで集めたもの。ただしこの n 乗というのは、無限大までにいかない、どっか有限の値でこう終わっているものですね。まあ、こういった式を変数 x の1変数多項式と呼びます。それから、すでに予習していた人は気がついたかもしれませんけれども、その係数のインデックスの付け方が教科書とは異なっております。実は教科書では、その x の n 乗の係数を a0 と置いていて、x の n-1 乗が a1 というふうに、x の次数が、これ次数って言いますけれども、この次数が下がっていくほど、その係数 aj のインデックス j が大きくなっていますけれども、こういう流儀と、それから教科書の流儀と、今の数学でも、この2通りの流儀の書き方が あります。で、まあ、割と、教科書のインデックスの使い方の流儀は、昔からの伝統的なそのインデックスの付け方の流儀でして、それに対してこちらは、割と新しめの流儀なんですけれども、これはちょっとまあ僕の、個人的な事情ですが、僕は専門が計算基数学の中でも計算代数もしくは数式処理と呼ばれる分野でして、この多項式を いつもかなりよく相手に仕事をしております。で、計算代数は
まあ、数学の中でも割と新しい分野でして、でそれでインデックスの付け方も割とこういう使い方をすることが多いものですから、まあ、ちょっとこれを使わせていただくということと、それからあとこの後ですね、第4章でいくつか多項式をこのシグマの記号で表すときには、実はこの教科書でもこちらのインデックスの使い方をしていることがありますので、一応まあここではこういうインデックスの使い方をしたいと思います。でまず多項式を定義しました。で、この多項式をいくつか特徴付ける値数があるんですけれども、まず N ですね。 N をfx の次数と呼びます。で、まあこの記号はそれほど多く出てこないかもしれませんけれども、次数というのは英語でディグリーと呼びますので、その頭文字を取ってデグの F というふうに表します。ちなみにディグリーというのはいろいろないくつかの意味を持っていまして、例えば、平面幾何での角度ですね、まあ、二直線が交わった時のその角度なんかは、もしくは多角形の角度ですね、角度もディグリーと言いますし、それから皆さんにもう少し身近なところでは学位ですね。皆さんこれから科学類で4年間勉強して無事卒業しますと、学士かっこ理学という学位を得ると思いますけれども、その学位のこともディグリーと呼びたりします。まあ、この場合は次数ですね。ですので気をつけてください。でそれからあと、AN ですね。 AN というのはその X に関して最高次の係数ですけれども、この AN というのを FX の、教科書では最高次係数と書いてあって、文字通り最高次の係数なんですけれども、まあ計算を専門に扱う数学の中ではその fx の主係数と呼ぶこともあります。で、この記号を lc の f と書いているんですが、これザ・リーディング・コエフィシェントというその英語の呼び方の頭文字ですね。この L と C を使っています。ちなみにコエフィシェントが係数ですね。まあ多分皆さんその数学でのに関する英語の本はまあほとんど読む機会はないと思いますので、知らなくても忘れても大丈夫だと思いますけれども、科学に関する英語の書物は多分皆さんこれから読む機会があると思いますから、ぜひ頑張ってください。それからあとリーディングっていうのはこの最高次の係数という意味で、多分リーディングってもともとはその一番先頭にあるとかそういう意味だと思うんですけれども、今の先ほどの板書のような fx の表し方だと、先頭にある係数なんですが、そうすると少しこうひねった質問を考える人がいたとすれば、じゃあ fx の表し方ですね、n 次の係数から並べればリーディングだけど、例えば0次の係数から並べていったらリーディングじゃないじゃないですかという人もいるかもしれませんが、そこは一応高い高次のですね係数から並べたものと仮定して読んでください。一応多項式に関してはこういう言葉がありますので確認しておきます。でそれから、
多項式のそれから和とか差とかですね、積とかスカラ倍に関しましては、教科書の100ページの上半分に書いてありますけれども、まあ、大体これ皆さん高校までの数学でやってきた内容と同じだと思いますので、ここでは省略しますので各自確認しておいてください。でそこで、一つその、まあ、多項式に関して注意を、述べておきます。まず最初にですね、一応確認なんですが、皆さんその高校までの数学でその単項式という言葉を聞いたことがあるかと思います。で、今多項式の定義を与えたときに、じゃあ単項式は多項式ですかという質問をしたくなる人もいるかと思いますが、単項式は、まず多項式です。で、なんでこういうことをわざわざ注意するかといいますと、実は数学類の学生でもこの単項式は多項式であるということが大学2年の後半の段階でちゃんと分かっていない人が結構いるということが僕が授業をやってて分かったんですけれども、実は数学類の2年の授業にですね、計算研修という授業がございまして、で数式処理システムのマセマティカですね、この授業で何回かデモンストレーションに使っていますが、その数式処理システムマセマティカをの入門を行う授業があります。でその中の演習課題の一つに、その多項式でない多変数、例えば二変数とか三変数の関数を偏微分の計算をやってみましょうという課題を出すんですけれども、そうすると毎年何人かの人たちが多項式で課題を解いてしまうんですね。で事情を聞きますと、いやこれ単項式でやったんですが、単項式は多項式とは違うんじゃないかと思ったんですけどっていうことを言う人がいます。で、単項式というのはその多項式の中で特にその項が1項だけの式を指して言っています。で、なんでそのわざわざその高校までの数学の中で単項式をという言葉を使っているかとちょっと僕も疑問になってですね、その中高 の, その文部科学省の学習指導要領を読んだりしたんですけれども、そうしますとその例えば中学の数学でその式の展開なんかをするときに、その最初から 多項式かける多項式というのはちょっと難しいんですよね。ですので最初に勉強するときは単項式かける多項式といったようなそういう式の展開から勉強するようなカリキュラムになっていまして、多分そういうことも背景にあってその単項式という言葉を使っているのではないかと思いますが、数学大学以降の数学においてはまあより一般的なその言葉をですね使うのが普通ですので、ですので、まあ、今まで単項式と呼んでいたものも実は多項式の一つであるということは確認しておいてほしいと思います。それからあともう一つですね、これも多分高校までの数学ではあまりその意識して使い分けていない割に大学に入るとその常識になっていて戸惑う人がいるものなんですけれども、その方程式と多項式、の違いを皆さん説明できますか。説明できる人にしてもらおうかと思ったんだけど、まあ多分じゃあ説明できる人って言って手を挙げてくださいって言ってもなかなか手を挙げる人が勇気のある人はいればいいんですが、なかなかそうとも限らないと思いますので、一応確認しておきますと、ここでその方程式と多項式が違うということを確認したいと思います。で、方程式、多項式は先ほど定義をしたような、ああいう形の、まあ、式なんですね。まあ、こういう一つの式を、まあ、多項式と表します。で、それに対して、その方程式はですね、その2つの式があって、2つの式を
統合で結んだ関係を表します。ですので、2つの式を統合で結ぶということですから、例えば、fx と0という2つの式ですね。実は皆さん、ぎょっと思うかもしれませんが、この0というのも、まあ、式なんですね、数学の定義で言うと。でそういう話をし始めると、じゃあ式っていうのは一体何ものを含むんだという話に、多分疑問を持つ人もいるかもしれません。本来であれば数学の授業の最初にその、まあ、数学の扱い対象はこういうもんで式ではこういうもんでって やるのいいのかもしれないですけども、とりあえず、今はあのこういうゼロこういう数のですね式と思って、でこれを統合で結ぶんですね。で、例えばこのある多項式 fx と0が等しいと。そういう関係を表したものをあの方程式と言います。ですので、多項式はこういう fx がただ1個並んでいるのに対して、その方程式は、fx と、まあ、右辺は別に0でなくても定数でもいいし、また別な gx という多項式でもいいんですけれども、何か2つの式を統合で結んだ関係を表しているという、そういう違いがあるところに気をつけてください。それからと、これからですね、この先、あの方程式の根とかいうものを扱うんですけれども、その際に、多項式 fx の零点という言葉をが出てくることがあります。0点というと多分皆さんちょっとなんかあまり嬉しくないようなことを想像するかも人もいるかもしれませんね。テストの0点と思い浮かべるとちょっと嫌な気もするかもしれませんが、別にこの0点はそういう意味ではなくて、多項式 fx の0点というのはどういうことを表すかというと、まあ、方程式ですね。方程式 fx イコール0の根。まあ、多分高校前ですと解と呼んでいたと思うんですが、根、すなわち、この fx イコール0という関係式を、関係を満たすような x の値ですね。そのことを、多項式の0点と呼びます。ですので、まあ、多項式の0点と呼ばれたら、方程式の根だと思えば、いいです。方程式 fx イコール0の根と思えばいいです。ですので、この0点はその、まあ、fx イコール0を満たすような、x の値と。で、まあ、x の値というのは1個だけ、まあ、1個か何個かありますけれども、それは例えば区間ではなくって、ある値を表しますから、そうするとグラフの上で考えれば、こう点に見えるわけですね。多分この点と呼んでいるのはそういう意味もあるのではないかと思います。それからと、まあ、根、もしくはこの解というのは、そのこの方程式を満たす、まあ、x の値ですね。という言葉の使い方をしております。で、結構この言葉の使い方が微妙に異なる部分も数学の中で出てきますので、一応皆さんもこの0点とか根とかっていう時、もしくは多項式と方程式を区別して扱えるようにしてほしいと思います。それからもう一つついでに言いますと、ここにですね、方程式の前に代数という言葉がついたことに気がついた人もいるかもしれません。代数方程式と呼ぶものですね。でこれは、方程式っていうのはそのいろいろな式についてこう作ることができるんですけれども、代数方程式と呼ばれるものは特にこの fx が多項式の場合、これを代数方程式と呼びます。
ですので、ダイス方程式と呼んだら、その fx イコール0の fx は多項式だということを思い浮かべるようにしてください。実はその方程式自身はその、いろんな式を使って作れるわけですね。例えば三角関数だったり、指数関数だったり、対数関数だったり、いろんな式を使って方程式を作ることができます。ただし、代数方程式はそれらの中で、その多項式を使って作る方程式です。で、実は、こういう話をですね、口を酸っぱくしているのは、今日これからやる内容の中に、その代数方程式に限った話がちょこちょこ出てきますので、一応その時に皆さん誤解しないように確認をしておくためです。ので、よろしくお願いしますということですね。一応ここまで質問ありますでしょうか。はい、じゃあ、一応注意、はい、どうぞ。はい。ですね、ゼロというのは、例えば fx イコール a0 の時ですか。はい、fx イコール a0 は、うん。ああ、そうかそうか、そうですね。そうですね。その場合はどうしようかな。そうすると、ゼロは多項式とみなすか否かって話ですよね。どうですかね、ゼロ多項式とみなしますかね、と、ちょっと。柴田さんに確認をまとめてしまいましたけれども。そうですね。じゃあ、多分じゃなくて、普通はゼロも、まあ、普通の数は多項式と見ますので、そうするとゼロも多項式と、見るわけですね。そうすると、これだと、n がゼロの時不適切なので、じゃあ、n が正の時、an がゼロでないということをしていきましょう。はい。はい。ありがとうございます。今の質問分かりましたか？もう一回繰り返しますと、先ほど多項式の定義をしたときに、an はゼロではありませんという条件をつけておきました。で、ところが、この n がゼロっていうことになりますと、この fx はある定数なわけですよね。で、fx は定数になるんだけど、この a0 が0でないということになると、0という数は多項式として扱えないことになるんですが、それでいいんでしょうかという質問でした。で、答えとしましては、その数自身ですね、a0 っていうそのスカラーもしくは数自身は、まあ、全て多項式とみなすので、まあ、0も多項式とみなしますと。そうするということになりますと、この an が0でないという条件だけでは、その n が0のときは不適格になりますので、an が0でないという条件は、n が正のときだけにつけましょうと、そういう話になってます。しました。ということで、よろしいでしょうか。はい。じゃあ、一応ですね、多項式に関してはこのぐらいにして、今度、セクション 4.2 の、固有多項式という話に進みます。教科書では100ページの、下から3行目から始まっています。で、教科書の100ページの下から始まって101ページ、102ページまではですね、こういろいろ例が書かれていますが、一応まとめますと、次の3つの事実が書かれていますので、まとめておきましょう。まず1つ目は、多項式も、行列の成分になり得ると。多項式も行列の成分として扱うことができますという話ですね。で、
今までの話ですと、行列 の成分として扱ってきたのは、スカラー、すなわち数だけでしたけれども、実はその多項式も行列の成分として扱って、いろいろなことをやってよいというのが、まず1番目の、事実です。ただし、割り算とかが出てくると、扱える場合と扱えない場合がありますから、少なくとも、加減乗までですね、足し算、引き算、乗算、掛け算までは扱えますと。ですので、掛け算の範囲まで扱えることですと、例えばその行列式を計算するとか、そういうことが可能だということですね。はい、で2番目、行列を係数に持つ、多項式を扱うことができます。これも、ちょっと今まではあまりなかったことかもしれませんけれども、普通多項式、先ほどの多項式の定義ですと、その係数はスカラー、すなわち数として与えていましたが、例えばそうですね、x111 とこういう行列があったとしましょう。で、これをですね、その多項式のように扱う、行列を係数とする多項式のように扱いますと、まず、この x の項とそれから定数の項を考えるわけですね。で、じゃあ行列の成分の中で、x が出てくる成分はどこかというと、この11成分だけですよね。そうすると、11成分を1にして、残りをこう0にすることで、この x の項の係数を1000という行列として表すことができます。そして、定数項の方は、この行列の成分の中で、この定数を含む、定数の成分ですね。すると、11成分以外の成分を、このように書きますと、これがその定数項に当たる行列になるということで、実はその、多項式を成分に持つ行列をですね、逆にその行列を係数に持つ多項式として表すこともできます。それで行ったり来たりすることができるということで、ここの変換はこれから線形代数の計算の中でも頻繁に用いますので覚えておいてください。で、3番目、多項式の変数に多項式の変数に行列を代入することができます。これ実際の例は教科書のどこかな、103ページの例題4.3 などにありますけれども、その多項式の変数ですね。ですから例えばそうですね、多分皆さんある程度やってきたかもしれませんね。いわゆるハミルトン定理、もしくはケーミー・ハミルトンの定理なんかですと、その多項式に行列を代入したりすることもやってきたかもしれません。ですので、これ、3x プラス5という多項式に、A という N 次正方行列を代入したりしますと、こういった形の行列を考えることになります。で、定数項に当たる部分には、この単位行列が来るところにをかけるとこに気をつけてください。このぐらいは多分大丈夫ですかね。はい。何か質問ありますか？じゃあ次行きましょう。
それでは教科書103ページの下の方にありますセクション 4.2.1 の「ハミルトン経理の定理」に入ります。で、まず、皆さんに、説明しておくべきことは、教科書104ページの定理 4.1 ですね。定理 4.1 は、固有多項式もしくは固有方程式というものの定義です。で、この固有多項式の定義なんですけれども、まず行列を用意します。行列は、A と置きますけれども、これは N 次平方行列としましょう。で、 A が N 次平方行列の時、このファイ AX というものを定義するんですけれども、ちなみにこの G ですね、この G はファイの大文字ですので、まだ知らないとか忘れたという人は確認しておいてください。ちなみにこのファイもギリシャ文字なんですけれども、ギリシャに行きますと普通にこういうアルファベットが使われてるんですね。で、もう10年近く前になるんですけど、僕も国際会議でギリシャに行ったことがありました。で、ギリシャはここ何年か非常に厳しい経済危機にさらされていて、なかなか皆さんに機会ないんではないかと思うんですけれども、2005年はちょうどアテネオリンピックが終わった頃でですね、まだ行けたんですね。で、行きましたけども、その結構普通にこう数学で見るような文字がいっぱい街の中にあふれていて、おお、すごいなと思った印象があります。もしまた機会がありましたらですね、その時の写真なども皆さんにお見せする機会があるかもしれません。ということで、まずこれ、ファイの大文字です。で、ファイ AX というのを、EN は単位行列ですね。N 次単位行列を X は変数、X 倍したものから A を引いた行列の行列式として定義します。で、これ、成分ごとにもう少し詳しく表しますと、x-a の11、x-a の22と、対角成分は x-a の対角成分ですね。それから、対角成分以外は、マイナス、例えば a の12からマイナス a の 1m か。こんなふうに、その、マイナス a の各成分になります。で、この行列式を計算しますと、その、X の、1次の多項式が対角成分にあって、それから、それ以外の成分は定数ですから、この行列式っていうのは結局、その、この成分の積ですので、多項式になるわけですね。ですので、この πAX というのを、
まあ、A の固有多項式 もしくは特性多項式と呼びまして、ついでに先ほどその多項式と方程式は異なりますという話をしましたので、方程式 φAx イコール0を A の固有方程式もしくは特性方程式と呼びます。ということで、その固有多項式と呼ぶときと固有方程式と呼ぶとき、その式と方程式というのはこう違いが分かるようにしておいてほしいと思います。ここまで定義はよろしいですか。で次に出てきますのが多分皆さん馴染み深いと思うんですが、ハミルトン経理の定理というもので、多分高校ですと経理ハミルトンの定理と言いますよね。でしかも多分どこで導入されるのか僕もよく知りませんが、CH という略記号を多分皆さん使うんですよね。使ってない人もいるかもしれません、使ったことない人もいるかもしれませんが、高校生もしくはその受験生が書く答案を見ますと、その CH 定理よりとかっていう書き方をされている場合がよくあると聞きます。ところが、その一応ですね、今まで使った大学の教科書を何冊か見ると、全部名前が簡単に書かれていまして、ハミルトン経理の定理となっておりますが、ちょっとその辺の経理は僕もまだよく調べていませんので、もし誰か知っている人がいたら教えてください。で、定理 4.1 ですね。教科書ですと106ページの上の方にあります。で、皆さんが高校で習ったケーリー・ハミルトンの定理は、その二次の行列、正方行列に関する性質だったと思いますけれども、実はこのハミルトン定理の定理というのは、一般の N 次の正方行列に対して成り立つ性質を表したものです。ですので、A をその N 次正方行列としまして、それから、φAx を先ほど定義しました、A の固有多項式とします。で、この時、実はこの A の固有多項式の変数 X に A を代入した行列ですね。この結果は行列なんですが、これが実は0行列になるというのが、この、一般の場合のハミルトン経理の定義です。
ですので、このことから戻って考えると、その皆さんが高校の時にやったケーリー・ハミルトンの定理で、その2次の正方行列 A が与えられた時に、そのこれこれ の, あのこたなんでしょう行列に関する多項式が0になるといった、その多項式というのは実は2次の正方行列の固有多項式だったというわけです。ですので、まあ、一般の N 次の場合、N 次正方行列の場合には、その A の固有多項式の変数 X に A を代入したものが0行列になるというのが一般のハミルトン経理の定理です。で、まあ証明はちょっと時間の都合でこの授業では省略しますけれども、教科書の108ページの方にあります。で、僕がですね、これまで使った何冊かの教科書と比べていますと、この筑波版の教科書のハミルトン定理の定理の証明はちょっと興味深い点がありまして、と言いますのは、他の教科書でよく出てくる証明というのは、大体これから説明します固有値や固有ベクトルのことを一通り学んでから証明するので、そうすると固有値や固有ベクトルに関する性質をある程度使わないと理解できないような書き方になってるんですけれども、面白いことに、この筑波の先生がって方が作ったこの教科書のハミルトン経理の定理の証明は、固有値固有ベクトルのことを何も知らなくても理解できるような証明が書かれていますので、まあ、興味のある人は後で見てみてください。一応僕の講義ノートにも若干解説を補足して書いてあります。ここまでいいですか。それでは、この4章、第4章の中で比較的その重要な概念であります、固有値、それから固有ベクトルについて説明しておきましょう。この辺ですね、ちょっと教科書で言いますと、教科書109ページから下半分からやりますけれども、教科書の記述とは若干説明の順番が前後するかもしれませんので、前後していると思う、前後していますので、ちょっと注意して聞いてください。まず最初に固有値の定義から書きます。定義 4.2 ですね、教科書ですと。定義 4.2 の固有値の定義なんですが、A を、N 次正方行列とします。で、この時に、A の、ここから先がちょっと二通りの言い方があるんですが、固有方程式、ファイ AX イコール0のコーン、もしくは同じ意味の言葉でこれを固有多項式で表しますと、固有多項式ファイ AX の0点、どちらも同じ意味ですので、どちらを使っても構わないですけれども、これを行列 A の固有値と呼びます。
で、一応ですね、ちょっとあの教科書の記述にコメントしたいと思うんですけれども、あの教科書の記述では、あの行列 A の固有多項式の根というふうに書かれておりまして、で、ところがその、先ほど僕が説明しましたように、固有多項式の場合には、これは0点と呼ぶべきでありまして、もしくは根という言葉を使うんであれば、あの固有方程式の根という呼び方をすべきでありまして、ちょっとあのこの教科書の記述の仕方はあの個人的にはあまり適切でない部分があると思います。まあ、あの僕個人の意見なんですけれども、一応あの根といえば方程式っていう対応があの多分数学では一般的だと思いますので、ちょっとその辺に注意して言葉を使ってほしいと思います。さて、でじゃあ一体この固有値っていうのがそのどういう意味を持つのかというのはあの、まあ、ちょっとこの章だけでは語り尽くせません。で実際この教科書でもあのもっと後の方ですね、皆さんが秋学期に勉強する線形代数の方でこの固有値についていろいろ詳しい、性質を学びますけれども、まあ、とりあえずその固有値のことをですね知ろうと思ったときに、まあ、あの数学者の立場でその素朴な疑問として持つのは、例えばその固有値 A という行列が与えられたら、その A は何個の固有値を持つのかっていうのがこう疑問として湧くわけですね。で、A は今 N 字の行列としてますけれども、じゃあそういうあの A の行列 の次元と次数と固有値の個数というのは関係があるのかとか、まずはそういうところからこう素朴な疑問が湧くわけです。ですので、まずはその行列 A は何個の固有値を持つかということについてちょっと説明したいと思います。とりあえずその A は何個の固有値をあの持つでしょうかという話なんですけれども、実はその固有値の定義をもう一回振り返ってみますと、固有値の定義はその固有多項式の0点もしくは固有方程式の根なんですね。でこの A の固有方程式の定義から、まあ、ちょっとこの授業では詳しく説明しませんでしたけれども、あの A の行列 の次数が N 次の場合には、この A の固有方程式っていうのは N 次の方程式になるということが分かります。そうしますと、この固有方程式の定義から、その A が何個の固有値を固有値の定義からですね、固有値の定義から A が何個の固有値を持つかっていう問題はですね、実はその A の固有方程式は N 次の方程式ですから、そうすると N 次の代数方程式N 次の代数方程式は何個の根を持つかと、そういう今度はその代数学のこの問題に置き換えて考える必要が出てくるということが分かります。でこの辺がその数学でですね、このいろいろな異なる分野がこう結びついているというか、あの関わり合っている、まあ、その一つの例だと思うんですけれども、まあ、線形代数でまあ固有値というものを定義したときに、実はそれはあの A の固有方程式の根だよと。じゃあ固有値が何個あるのかっていったら、じゃあそれは固有方程式が何個根を持つのかという話なわけですね。でその段階で、実はその代数学の問題を考えなければならなくなるというわけです。大体いいですか。で、この代数方程式が何個の根を持つかというのは、あの実はこの人類 の数学史におけるあの偉大な問題の一つでありまして、で昔からですね、あの多くの人が挑戦してきました。で、それは多分皆さんですね、あの皆さんがこの小学校からですね、その方程式というのを学んできた、まあもちろん
意識はしないかもしれませんけれども、まあ、多分メイさんは少なくとも方程式について学んだことになっているんですね。例えば、直線の式なんかをやった中で一次方程式の、まあ、項は1個だということを学んだと思いますし、それから二次方程式の解の公式というのは多分皆さん覚えていると思いますけれども、その中で二次方程式は2個の項を持つという話も学んだと思います。で、高校になりますと、因数定理なんかを使ってその3次以上 の方程式の項を求めたりということもやってきたと思うんですが、そうするとじゃあ一般の N 次の代数方程式は一体何個の項を持つのかっていうのは、実は昔々の人たちからの謎でもありまして、でいろいろな人がこの問題にチャレンジしてきました。であるところではその例えば二次方程式の解の公式はすぐ出たけども、じゃあ3次方程式の解の公式はあるのか、4次方程式の解の公式はあるのか、4次方程式まで できたんですよね。で5次方程式の解まで解の公式があるのかっていう問題にチャレンジしたら誰もできなかったわけです。で、そういった中でいろんな人が努力した結果、結局その5次方程式、方程式の実数が5次以上になると、その一般にどの場合にも当てはまるような解の公式は存在しないということが証明されました。で、そうしますと、じゃあ解の公式がないんだったら解がないかと、そういうわけでもなくて、解はあるんだけども見えないっていうんですか、こういう式で表すことができないという状況がやっぱそういうわけではあるんですね。で、そういった中でその、まあ、やっぱりたくさんの人たちが努力をしまして、最終的に分かったのが代数学の基本定理と呼ばれる定理です。これが定理の 4.2 にあります。代数学の基本定理を、一応書きますと、一応教科書の通りに書きますと、fx イコール、a の xn 乗プラス点点点できて、ax プラス a の0と。で、この場合は、まあ、n は、正ですね、実数は正として、a の n は0でないとします。でそれからこの各係数はですね、複素数の範囲で考えます。もちろん複素数の範囲で考えるということは整数でもいいし有理数でもいいし実数でもいいということですね。まあ、複素数までの範囲で考えると、そうするとこの時の方程式fx イコール0は、少なくとも一つの複素数の項を持つと。というのが、代数学の基本定理として発見された性質でありまして、まあちょっと少なくとも一つのというのがなんか歯切れが悪いなと思う人もいるかもしれませんけれども、これにはちゃんと K というのもありまして、この少なくとも一つの項を持つという結果を用いると、この上の方程式ですね、この方程式fx イコール0は、重根も込めて、n 個の、ちょうど n 個ですね、n 個の複素数の項を持つと。
ということが、まあ、分かります。ですので、まあ、N 次の代数方程式はちょうど N 個の根を持つと、複素数までの範囲にすればですね、N 個の根を持つというのが、代数学の基本定理です。で、ここでですね、その重根目項目という言葉をちょっと説明しますと、これは、例えば、二重根があったとしましょうね。例えば、x イコール1という根が2個あったとしたらば、二重根を2個と数えるっていう意味です。まあ、だから、どうしようかな。まあ、例えば、例えば二重根ですね。二重根を、まあ、2個と数えると。だから最大ではその、N 重根か、N 個の、N 次の、代数方程式で N 重根が一種類存在するっていう場合もあり得るわけですが、その時にはその N 重根を全部ばらしたというか、N 個の根として数えることによって、N 次の代数方程式は必ず N 個の根を持つというふうに言います。ここまでいいでしょうか。ですので、結果として何が言えたかというと、A が N 次の正方行列ならば、その A の固有値の個数を考えてますね。A の固有値は、まあ、複素数の範囲まで含めれば、ちょうど N 個の固有値が存在するということが、まあ、言えるというわけですね。まずそこを押さえておきましょう。さて、じゃあなんでそんな固有値を考っていうのを考える必要があるのかっていうことなんですけれども、まあこれにはちょっとした訳があるという話をこれからしまして、で、固有ベクトルというベクトルの定義をしたいと思います。さて、まあ、別に皆さんさては映さなくてもいいですけれども、まあ、アルファを、その先ほどの行列ですね、N 次正方行列 A の、まあ、固有値としましょう。固有値としますと、固有値っていうことは、先ほども定義、固有値の定義から、固有値というのは、その固有方程式の根ですので、この φAx の x に α を代入すれば、0になるわけですね。で、φA の α というのは、その定義から、どういう式だったかというと、こうですね、ここは x だったのが、固有多項式の定義でしたから、ここに α を代入すると。で、この α 倍の en-a という行列の行列式が、まあ、0になるわけですね。で、この行列式が0になるということは、この行列の -1 倍の行列式も、まあ、0になります。ですので、これひっくり返すわけですね。a-アルファ倍の en の行列式も0になると。で、そこでですね、何が言えるかと言いますと、このある行列の行列式が0でないことの必要十分条件として、以前出てきた定理に、
これがそのゼロで、この行列式がゼロでないことと、この行列が正則であるということが同値だというあの定理があります。性質が習いました。ですので逆に言うと、そのこの行列式がゼロになるよということは、この行列は正則ではないということが言えます。そうすると行列 a-α 倍の en は正則ではないと。で、一体どこに書かれていったかなということを忘れた人のために、ちょっと解説しますと、これ実はの定理の 3.16 というのがありました。定理の 3.16 は、教科書ですと83ページですね。A が正則であることと A の行列式が0で等しくないことは同値であるということで、まずこれが言えると。で、このことからその何が言えるかというと、行列が正則でないということから、まあ、この辺からですね、この数学がこう一つ一つのこう理論、小さな定理の積み重ねであるということをこう実感することになるかと思うんですけれども、実はこの行列のランク、まあランクの定義を忘れた人は、期末試験の前に一度ぜひ振り返っていただきたいんですが、このランクが n より小さいということが言えます。で、それはどこから言えたかというと、これはさらに遡って、教科書の第2章なんですけれども、 K の 2.12 という教科書でどこでしょうね、52ページですので、まあ、ここまで遡ればこう我々の随分遠くまで来たなと思うわけですが、まあ、こういう性質が出たと。で、さらにこのランクの性質から今度は連立一致方程式に遡ります。そうしますと、まあ、こういうですね、a-αen を係数行列に持つような連立一致方程式を考えます。しかも、この場合は、右辺が0ですね。右辺が0ですから、正時な連立一致方程式ですね。この正時連立一致方程式が、自明でない解、非自明な解ですね。非自明な解ということですから、この V がまあゼロでなくて、こういう関係式を満たす、そういう V が存在すると。で、じゃあここは一体どこで成り立っていたのかなと言いますと、これはちょっと皆さん復習のいい機会だと思いますので、各自確認、後で確認してみてください。で、僕の講義ノートには答えが載ってますので、一応ちょっと各自調べてからですね、僕の講義ノートをこっそりチェックしてもらえればと思います。で、ということでですね、そのこの α が A の固有値ということから、ここまでこういう特別な解ですね、 V というベクトルが存在するということが分かりまして、でこの式を展開しますと、まあ、AV イコール αENV で、 EN は単位行列ですから書かなくてもよくて、まあ、α×V というふうになります。で、そうしますと、この
まあ、2つを見るとですね、その、まあ、ベクトルにその行列をかけたものが、これは左の方ですね、左の方は別に行列をかけたもの。それが右の方では実はベクトルの、同じベクトルの定数倍に等しいということを言っていますね。ということから、これはもちろんその任意の勝手なベクトルでは成り立つはずがなくって、これはその固有値アルファと関係のある、なんか特別なベクトルなわけですね。しかも、これ、固有値アルファがあってこそこういうベクトルが存在するということなので、この V というのはどうやら、その、まあ、V は、まあ、固有値アルファに、まあ、言ってみれば付随するとでも言える。まあ、ある意味特別なベクトルじゃないかというふうに見ることができるわけです。で、実はこのベクトル V のことを固有ベクトルと言います。というところで、ちょうどチャイムが鳴りましたので、今日はその固有ベクトルというのが実はありますというところまでやったことにしまして、で次回はその固有ベクトルの定義を書きまして、それからあとこの第4章でもう一つ扱うそのクラメルの公式を扱います。で一応その2つをもって今の段階での第4章の説明を終わりにして第5章に進みたいと思います。ということで、ここまで何か質問ありますでしょうか。今日の演習の授業は多分第3章までの範囲でやられると思いますので、またぜひ頑張って問題取り組んでください。今日はこれで終わりにいたします。お疲れ様でした。